サブゲはでもそ、そんなね、サブゲも、横浜に、横浜に住んでるんですよ、今は、サブゲは。で、横浜に住んでて、一回、あそう、西高の、同級生の方と結婚して、ね、子供ももう二人いて連れてきてましたけども、サブゲは横浜に住んでて、なんか、花丸、花丸くん横浜に住んでるそやな、花丸くんの子供と、同じ、 とこ行ってるって、サブゲー。<laughs> だからなんか、よう合うねんって言ってた。花丸、花丸さんとよう合うねんって言って。なんか、俺、岡村と同級生やねんねって言いたいねんけど、よう言わんねんって言って。うん、別に言わんでええんちゃうっていう話はしたんですけど、それがサブゲー、サイドバックですね。で、まあ、あの、ずっとそのも、もみなもみなを一年間ずっと、 えー、お前もみ穴ちゃうんかって言わずに一年間ずっと毎日駅で会うてんのに、あれもみ穴やな,やなと思いながらもみ穴に声かけへんかったひでっていうのは、えー、えー、ストッパーか。ストッパー。ストッパーですね。ストッパーのひで、えー、なんですけど、なぜかこう JR から、えー、ヒデカズクっているんですけど、これが、なぜかその JR から、 東京タワートリオって言われてて。まあでも、東京タワートリオって言いながら一番背高いの174センチしかないっていう。<laughs> なんで、ね <laughs>、あのー、僕らなんか背ちっちゃいで僕も西垣も、まあトタニが170あるぐらいやったんですけど、まあまあ前線が背ちっちゃかったですから、えー、コーナーキックになったら JR が、おい東京タワートリオ上がれって言って。 言われるんです。上がれっていう時は、こう、なんか一回手回して、上がれって言うんです。で、まあ、それなんで東京タワー取るようなんやろうなーっていうのがあったんですけど、その、そこの一角が秀で、えー、は、あれなんですよ、あのー、ずーっと、 声出しあるんですよ。一年の時でも、僕らも水の飲めない世代ですから、まあこれもみんなで話してたんですけど、ヒデって変な声の出し方してたよなーっていう。とにかく声出さんと、あの、走らされてたんですよ。ずーっと。で、その和潮っていうのは、あの、声出せ声って言って一年に怒る声。わかります僕らの時。声出せおいっていう、い同級生に怒る声。で、えー、まあ声出しましょう って全体に言う声だしもあるんですよ。 でも一番声出してるように先輩に伝わるのって一年に言うてる、同級に言うてるやつおい、声出せよ声、声っていうのが一番声出してるように先輩に思われがちなんです。だからわしおがそれをずっと、おい、声出せよ声、声出してるわ、こっちはと思って。俺はもう声出しましょうって全体を盛り上げる声やのに和、わしおは声出しましょう声,声出せ声、声って怒るからめっちゃ声出してるように、あの、思われてたんですけど、ひでだけがもうなんでかもうあれは、今思い出しても喋っててもおもろかったネタ箱 やめましょううって言うんですよ <laughs> これは、これ、あの、一年の時、僕ら50人おったんですよ。あのー、マラドーナ全盛の時で、えーまあ、5人抜きはなんやって言うてる時でしたから、サッカー部がものすごい人気やって、野球部なかったんで、えー、50名ぐらい入ってきて声出ししてても、とにかく50人程度声、大きな声出るんですよ。 でも、ヒデだけがそのどさくさに紛れてしんどいもんやから、ネタ箱やめましょうって言うんですよ。<laughs> 何の声出しやねんっていう。なぜかヒデがそうやってずーっとちょけてえやってたんですけど、まあまあでも、ヒデなんか2年生の時からえレギュラーになってて、一番まあ、ストッパーですよね。ストッパーでえーやってくれてましたけども。まあそこに、まあ、東京タワー、トリオという栗の、 クリノが、えー、入ってくるんですけども、もクリノももう今やもう痩せてね、痩せてるから余計歯出てるんですよ。あの、出っ歯で、いつもやっぱり夏場なんかはもうほんまに、あのー、の、水飲めないじゃないですか。だから、声出しましょうって言うんですよ、クリノが。<laughs> 声出しましょうって言うた後に一回こう、んって一回、んって、こう、歯舐めないと降りてこないんですよ。ずっとこうやって、あの、<laughs> で、まあ、な、夏から秋にか、かけてですけども、もう、なんか、その道中ね、どこ通ってくるのか分かんないですけど、学生服に金分止まってるっていう。な、唐揚げ定食が大好きで。まあ、栗野がもういつももう、声出しましょう声って言って、一回こう、んって、はな、あ、舐めるっていう。それが栗野、なんですけども、その栗野なんかは今、その、少年サッカーの、 コーチをずっとやってて、まだ今でもサッカーやってて。んで、ね、この、なんでレッド・イット・ビーなんやという話ありますけども、結婚するんですね。後に、その、名前言わんほうがええから、名前言わんとこ。えー、それも西郷の女の子と結婚するんですけど、そこで、その、サプライズやって言って、一生懸命一人で練習してきた、 ピアノと、ね、自分で演奏しながら、レッド・イット・ビーを歌うんですよ。ピアノ弾きながら。だからもう陣内より全然先にやってんねん。クリノがパ。クリノがパイオニアなんやで、ね。サプライズや言うて、ピアノ用意してもらって、で、自分で練習してきて、レッド・イット・ビーを歌うっていう。それをもう陣内がパクリよってあれクリノなんかもっと早うにやってんねん、それ。で、それを、ね、 ピアノこうやってやりながら、まあ、クリノはもう一生懸命練習時期だから、その奥さんがもうね、絶対、あのー、泣くやろなーと思って、で、西高サッカー部の子らもね、みんな来てるから、で、パーって弾き始めて、歌い出したら全員爆笑するっていう。Well b e w l l b e って言うて、またほら、はい、一回舐めなあかんから緊張してるから、Well b e w l l b e って言って。 <laughs> それがもう今でも,もうビデオ残ってるしある時期はもう毎年帰ったらそれクリノの家でそれ見てましたからねでなんと今回はそれ僕あのレッドイットビー久しぶりにちょっと聴かしてやって言ってレッドイットビーええー、そんなんええわって言って言って,言ってたんですけどあの酔っ払ってきたんでしょうね歌いよったんですよ そういう動画で撮ってきたんで、後でちょっと聞かしますわ。陽気にね、みんなで <laughs>、てンんてんてんてんってやったら、なんかもう、なんか普通に歌い出しましたわ、あいつ。もう演技早やから、栗の話もうちょっとしていいですかあ、もうやめとくもうやめとこうか。一回ね、一年のね、合宿中にね、玉拾いしててね、蜂に刺されたんです。<laughs> <laughs> 石子は爆笑してるやろ。すいません、八で刺されました <laughs> っていう。下の崖の下から。<laughs> すいません、八で刺されました。一年時。東北学院大学投手本田ケースで四点。岡村隆史のオールナイト日本。<laughs> 明けましておめでとうございます。今年も余裕。